どうも、黒ポンズです。今回はロボットに合うおすすめのサブキャラ紹介です。ロボットは短期でも十分やっていけるキャラ性能をしていますが短期だと面倒なキャラが多いのも事実です。今回はその面倒な部分を補完してくれるようなファイターを紹介していきます。まず1体目はスティーブです。元も子もない話、結局こいつが一番強いです。相性の不利なキャラの少なさに加え、比較的簡単寄りのファイターでもあります。捨てで面倒そうな面にロボがいけたりロボで面倒い飼育に捨てがいけたり相性補完もいいです。それとスティーブをサブに採用するメリットとして処理できる範囲が格段に増えるというのがあります。ロボットもスティーブも処理能力の化身です。簡単に言えば有利なキャラにはとことん有利です。この処理能力の高さはサブでの起用を考えた時に明確な利点となります。サブで起用を考えた場合、メインファイターより連動が幾分か下がることが想定されます。低い連動の場合、有利なファイターやメインでどうしても無理なファイターにしか出したくありません。処理能力の高いキャラだと有利なファイターの時に出しやすいです。ダブルメインとなってくると話は変わってきますがサブ起用ならスティーブが最適解の一つではあると思います。それでは次のファイターの紹介に移ります。次におすすめするのはゲーム&ウォッチです。ゲッチは先ほど挙げたスティーブと同様処理能力の高いファイターの一角です。ロボで壊されがちな格ゲーキャラを安定して処理できる性能は魅力的ですね。おそらく共通のフリよりのキャラも3体ほどに絞られる程度には相性がいいです。サブメイトでゲッチを触ることもありましたがロボの経験が生きることが地味に多いです。グエヌの振り方や復帰阻止は培った経験がまんま生きます。しかもかなりお手軽です。すべての技をバランスよく使う、というよりは空中技をいかにうまく使うかというファイターです。グー前やグー上に癖がありまくりなところと撃墜が難しいところは難点ですがそれ以外は結構素直です。なのでサブ起用としては結構おすすめです。それでは次のファイターの紹介に移ります。次におすすめのファイターはダックハントですね。先に白状しておくとこれは知り合いのロボ使いからの受け売りです。こやつ曰く、相性補完がかなりいいです。ダックハントやルイージ、アイクラなどに有利らしいです。ほんまか?まあでもこいつの言うことを信じて入れました。一応ロボで培った飛び道具関連の知識は応用可能なので使いやすいかなとは思います。A 技は基本素直なので意外と使いやすい部類のファイターではあると思います。最後に今回の動画の総評ですね。ロボットでおすすめのサブキャラはスティーブ、ゲッチ、ダックハントです。見栄えが本当に最悪です。対戦ありがとうございました。